IMTS 車両愛、地球博で運行していた IMTSIMTS IM は日本のトヨタグループによる電波時期誘導式のバスシステム。新交通システム、国の奨励する高度道路交通システムの一種でもあり、トヨタ自動車をはじめとするトヨタグループが1999年から開発に着手していたもの。レーザーレーダー路車間、車車間通信と 路面に埋め込まれた磁気ネールによって、そうだ、誘導される。専用路では、無人で発進、停止、重大程度の隊列走行などの運転ができ、一般道では、通常の有人運転によるバスとしての運行が、可能とされる。テーマパーク、博覧会での走行の実績はあるが、公道での常設路線としてはまだ採用されていない。類似システムに、オランダのフィリアス、 アメリカのラスベガスなどで実用化されているシビスがある。2001年、南アワジ市にあるアワジファームパークイングランドの丘の施設内交通として初めて付設された。使用された車両は日野自動車のリエッセを改造したもので、運転席には同施設のシンボルとも言えるコアラのぬいぐるみが乗っていた。2008年1月31日をもって IMTS の運行は終了し、 使用していた車両と乗降場のホームドアのみ撤去され、昆虫や蒸気機関車の形をした牽引車が客車を引くランドトレインの走行路として再活用されている。2005年日本国際博覧会で会場内交通手段の一つとして長くて会場に付設され、天然ガスを燃料とした抵抗外バスが2004年8月18日から試験走行を開始し、回帰中は 運転席に森蔵やキッコロのぬいぐるみを乗せて走行した。ただし、地上側無人運転設備設置無設置の西ゲート駅メッセ前バス停間区間は有人運転であった当然変態走行も行われない。愛、地球白線では法的には鉄道として取り扱われておりバックミラーやサイドミラーがないことから車両は当初から一般道の走行は 考慮されておらず、豊田市が IMTS での路線バス運行を断念した経緯がある。なお、閉幕後の車両返却に際しては、リアビューミラーが取り付けられ、広瀬工場まで一般道を自走して改装された。一台が豊田博物館に展示されている。また、多額の負債を抱え、再建が模索された愛知県小牧市の東下台。 新交通等課題性への導入が提案されたが、転換のために当初の想定以上の費用がかかることが後に判明し、導入は断念された。ありがとうございます。